本日は、まあタイトルにも書いてあるんですけど、この1ヶ月半 ASMR をやってきて、まあ思うこととか、まあこれからどうしていくとか、生きたいとか、まあそういうことを、まあのんびりと、まあ、お話ししていきます。はい。正直、何も言うことを決めずにカメラ回しちゃったんで、まあ、完全にアドリブになっちゃいます。まあ、ちょっとね、こう言葉とかおかしかったり、こいつ何言ってんだろうとか、まあ、そんな風にはならないように頑張りますので、よろしくお願いいたします。はい。で、まあこの動画は今日ね、この2018年の2月の今日は1日ですかね、木曜日の夜に撮影してます。で、この後編集してね、すぐに投稿したいと思います。で、まあ今1ヶ月半この ASMR やってきて、まあ、思ったことがですね、難しいなっていうのが一言印象的な今のおかしかったですね。まあ非常に難しいなっていうのが、まあ僕のまあ気持ちというか、まあ一言で表すと難しいっていうところですね。はい。まあなかなかね、こうチャンネル登録も、まあ、正直なところ増えてないですし、ね、こう動画のクオリティっていうのも、まあ、正直まだまだかなっていうのが僕の中ではあるので、まあ伸びしろがねたっぷりあるっていう言い方も、まあ、できるとは思うんですけど、まあ想像以上にね、まあ難しいかなっていうのが、まあ、僕の中での印象です。まあ、特にね、最近僕実はもう一つ、まあ、YouTube のチャンネル持ってて、そっちの方がね、まあ、結構順調なんですよね。今ちょっと見てみるとですね、この2018年に入ってからの1ヶ月間ですか、1ヶ月間でチャンネル登録が、まあ、1300人ぐらいこの1月だけで増えてて、もうちょっと増えてますね。1500人ぐらいですね。で、うち800人、あ、1000人ですかねっていうのは、昨日1月のなんで最後の5日間でまあ1000人ぐらい増えてるっていう、まあチャンネル登録者数の合計言っても2000人ぐらいなんですけど、なので急に最近伸び始めてきて、ね、まだまだ2000人なんで大したことないんですけど、今のねこの ASMR に比べたら、まあ、順調な伸びじゃないのかなと思います。僕のね、まあ視界にはこういった数字があるので、ちょっとねこの ASMR がなかなか、まあまだまだ世には広まっていってないなっていう感じがするんですけど、まあ、今でもね、まあ、コメントくれたりとか、まあ、高評価をしてくださるね視聴者の方がいらっしゃるので、まあ、この動画、このチャンネルですね、まあ、定期的に、まあ、投稿は続けていこうかなっていうのが僕の、まあ、率直な気持ちですね。ただまあせっかくね、今後も動画の投稿をやっていくんだったら、たくさんのね人に見てもらいたいなって思うので、まあ、丁寧にね、まあ、魂込めて動画作っていけたらなって思います。はい。
まあ仕事が終わって寝る前に撮影したり編集したりしてるんで、動画の投稿頻度っていうのは、まあ、決して、まあ、多くはないんですけど、できれば1日1本、欲を言えば1日2本っていうのを、まあ目標にして動画投稿していきたいと思います。今日入れたらもう1週間ぐらいは1日1本ペース。昨日なんかは2本あげてますしね。まあ正直まだまだね、クオリティも高くないですし、ちょっとね、雑になってる部分は見受けられます。なのでまあ、もうちょっとね、丁寧にね、もういろんな人に気持ちいいなとか、ゾワゾワとか、そういう気持ちになってもらえるように頑張りたいなって思います。で、まあね、今後のね、まあ ASMR の動画の投稿に、まあ参考にしたいっていうのもあります。まあ、ただ本音を言うと、まあ、正直ネタそんなに言うほどポン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 ね、こう頭に、まあ、正直浮かんでこないので、まあ、できればね、この動画のコメント欄とかにこんな音やってほしいですとか、あのアイテム触ったらどんな音するんですかとか、まあ、こういうね、こう動画作ってほしいとかっていうのも、まあ、できればね、コメント欄でリクエストしてくれたら嬉しいです。まあ、可能な範囲でね、まあ、そういったリクエストは受けていきたいなって思ってます。はい、コメントお待ちしてます。で、まああと何喋ろうかなって思ってたんですけど、アドリブだとね、やっぱりこんな感じで詰まりますよね。何話しましょう。あ、そうだ。あれなんですよね。まあこれからも動画のね、投稿を続けていくんですけど、とりあえず明日から、3日間ぐらいですかね。まあ、出張に出るので、少しの間動画のね、投稿が止まっちゃいます。で、その後も少し、まあ、忙しいっていうね、言い訳にしたくないんですけど、ちょっと忙しくなっちゃうので、動画の投稿がしばらくお休みになると思います。はい。でもまあ、その後にね、ポンポン、ポンポン、動画を出していきたいと思うので、ぜひね、その時には、私のね、動画を見に来てくれたら嬉しいなって思います。で、まあね、いきなりね、動画の投稿が止まるのも、なんかね、僕の中でも気持ち悪かったので、今回、この雑談動画撮らせていただきました。まあ、この動画をね、何の人に見てもらえるかっていう まあそういった問題もあるんですけど、まあ、一人でもね、見てくれる方がいる限り、まあ、いろんな動画をね、出していけたらなっていう思ってます。あ、それであれなんですよね。昨日、ちょっと買い物に行きまして、なんかいい音鳴るものないかなって思って、買い物に行ったんですけど。こちら。無印良品に買い物に行ってきました。まあ店内いろいろ回ってね、いっぱい物あったんですけど、まあちょうどね、お腹空いてたんで食べ物ばっかり買っちゃいました。この袋も、袋っていうかね、このプラスチックっていうんですか、このクシャクシャって音、僕結構好きなんですよね。
どうでしょう。僕このくしゃくしゃとか、なんかこのね、なんていうの、このピチピチですかね。ちょっとわかんないんですけど、この音結構好きなんですよね。で、まあ無印良品でね、こんなもの買ってきました。まず一つ目がさつまいもスナック、まあポテトチップスですよね。シュガーって書いてあるんですけど、ここねフランスパンラスクって書いてます。まあラスクですね、ラスク。それとこちらかぼちゃチップ、ね、ちょっとあの全部お酒のあてみたいなんですけど、これらの、まあ、お菓子をね、まあこの袋を触ることだったりとか、ね、この振る音だったりとか、あとはもう食べるね音、まあ、咀嚼音ですよね、まあ、それを、まあ、撮影できたらなって思ってできました。まあ、こちらはね2月15めどにね撮影をしたいなと思ってるので、まあ、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。あ、それと最近のコメントでリクエストいただいた、あの、まあ、なんかねコーヒーの音を、まあ、気に入っていただいた方がいらっしゃるみたいで、でまあ僕 ASMR の動画を上げ始めた時、最初らへんですかね、まあ、コーヒーを注ぐ音をオープニングテーマにして、まあ、動画を始めてた時期があります。まあ、時期って言っても1ヶ月前ぐらいの話なんですけど、まあその時のねオープニングテーマを見てくれてるからですかね、まあ、コーヒー入れる音気に入っていただきまして、でその音をもっと長編でやってもらえないかっていうリクエストがありました。はい。でまあね、そんなリクエストもあったので、こちらね、あ逆ですね、こちら、まあね、ドリップコーヒーにはなるんですけど、まあ、実はそのオープニングムービーもねコーヒー入れる音ってカッコつけてますけど、まあ、ドリップコーヒーにお湯を注ぐことなので、またねこういうのを使ってコーヒーを注ぐ音作ってみたいと思います。はい。まあ、あのオープニングムービーにね、まあ、するぐらいなんで、僕も結構あの音が耳からね、まあ、離れないぐらい好きなんですけど、まあ、いい音取れたらなって、いい音取れたらなっていうか、いい音取れるように頑張りたいと思います。で、まあこのコーヒーもね、この音も、まあこのコーヒーの音も、まあ、2月のね、まあ2月が終わるまでには、まあチャンネルにね、アップできるように頑張りたいと思います。あ、まあせっかくなんで、一回ここでちょっとコーヒーのね、オープニングムービー流してみたいと思います。ちょっと唐突なんですけど、ではどうぞ。はい、いかがでしょう。
結構ね、僕はこの、なんかこのブツブツ、ブツブツ、クツク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 ツ、ブツブツ、みたいな。ちょっと今ね、再現できてたかは、ちょっとね、怪しいんですけど、まあ、こういう音が結構好きなので、はい、またね、まあ、コーヒー入れる音だけじゃなくて、まあ、もっとね自分の耳に心地よいなって思えるような音が見つかれば、まあ、ひたすらね動画にしていきたいと思います。まあ、最近でも ASMR 始めてね思ったんですけど、 ASMR の話をしてると結構長くなりますね。もう今も実際撮影してね、多分動画にしたらこれ10分余裕で超えるんだと思うんですけど、下手したら20分ぐらいいきますかね。うん、もう多分自分が今楽しめてるからなんだと思います。よくなんか物見つけてもね、どんな音するんだろうなと思って耳元でこう振ってみたりとかしてるんで、まあ、変なね、まあ、職業病まではいかないんですけど、まあ、そんな癖までついてきたんで、まあ、今後もね、まあ、最低限こう自分が ASMR を好きでありながら、皆さんにもね気持ちいいなとか、眠れるなこの音はとか、なんかねそういういい気持ちになってもらえるような動画作りしていきますので、ぜひ今後とも私聖夜をよろしくお願いいたします。それではね、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは明日の出張の準備もありますので、こちらで失礼いたします。おやすみなさい。